こんにちは、さあやです。ちょっぴりお久しぶりの動画になってしまってすいません。ちょっと前に風邪をひいてるって言ったと思うんですけども、クリスマスイブにさやか東京でお仕事だったんですけど、その日に弟が40度のね高熱を出して、でさやかもねその病み上がりでこういろいろね描いたからか、弟のがまた移ったのか、まだちょっと調子が悪くて、今もちょっと鼻声で喉の調子とかも悪くて、まだね風邪が治ってない状態なんですけど、年末は本当にねどこに行っても人も多いし忙しいしね大変ですよけどまあ頑張ります。今日はですね冬のあったか紹介をしようと思います。っていうのもこの間こちら蒸気でホットアイマスクっていうのをずっと気になってて初めて買ったんですよ。でこれも買っちゃったんですけど、こんな感じで入ってて、蒸気でアイマスクをつけてじんわりとしたあったかいのが続くんですけど、さやか結構携帯依存症だったり、あともう最近だとね動画編集するのにパソコンでやったりするから目がめっちゃ疲れるんですよ。これをねつけると本当にね目が楽になるんですよ。目から疲れて頭が痛くなったりとかすぐしちゃうんで、これはねもう本当にね最高だなと思いました。これつけるとねめっちゃ眠くなるんだよね。でねこれ買った時に、これはねちっちゃいやつで5個入りなんだけど、このね5枚入りがねラベンダーの香りと何も香りがしない無香料のやつしかなかった。で他のね匂いもちょっといろいろあるみたいなので、今度はちょっと他の匂いを使ってみたいなと思います。でラベンダーのね香りもすごい癒されました。はい、でもう一つこっちはねまだ使ってないんだけど、じゃん、これもねメグリズムで蒸気の温熱シートっていうやつです。これはいただいたものなんですけど、ここにもね書いてあるんだけど、長時間同じ姿勢の作業による腰痛、パソコンの作業による首肩のこり、胃腸の動きを活発にする、夏のオフィスでも使いますよっていうことで、これはね肌にね直接貼っちゃうタイプなんですよ。その患部貼った部分の痛みとかこりをじっくりほぐして、その血の循環をすごいよくしてくれるっていうやつです。でさやかもねもう本当に肩こりがひどくて、ちょっとこれをいただいたので、まだこれは使ってないんですけど、今度試してみたいなと思います。これなんか女の子とかだとすごい生理痛とかでお腹が痛い時とか腰痛い時とかにもいいんじゃないかなと思います。で続いてはこちら今着ている服なんですけど、ちょっと分かりにくいかな、こんな感じです。フルーツ柄になってるんですよ。ここにリボンのポッケもついてるんですよ。ちょっと分かんないかな。このルームウェアなんですけど、なんと GU で買ったんですよ。で素材もすごいモコモコしててめちゃくちゃ気持ちくて、そうすごいあったかくて、でねこれもね色がさやかは白にしたんですけど、ピンクと水色だったかなありました。でねすっごい悩んだんですよ。ピンク色と地鶏りがピンクなのと、ここに細かいねピンクのドットが入ってて、それが可愛くてちょっと白にしちゃいました。でね値段もねさやかその場でね携帯会員になったのですごい安く買いました。1400円とかな、そんぐらいで買いました。ちょっとバカなことをね一つしてしまって、サイズを見てなくて何にも考えずに買っちゃったら L でねちょっとズボンとかすごいゴソゴソで裾もね引きずる感じで、ちゃんと今度はねサイズを確認して買ってきたいなと思います。はい、そんな感じで今回は3つ冬のあったか紹介をしてみました。やっぱり冬はねすごい寒いので、こうやってねなんかポカポカ温まるものを着たりつけたりして心もね癒されたいなと思います。はい、では今回のお悩み相談を一つ答えたいと思います。今女子校に通っていて美意識も低くて、でも周りに顔可愛いからしたら絶対可愛いって言われてちょっと向かってきて、今絶対痩せようってやる気に満ちてます。短い期間でガッと痩せるとかではなくて1年とかゆっくりの期間で痩せたいです。ネットとか見てもサプリとかいろいろダイエット情報が出てくるんですけど、おすすめのダイエット方法はありますかっていうことなんですけども、さやかも本当にねたくさんいろんなダイエットをしてきました。そのやる気がこう上がってきた時にこう始めるっていうねいいスタートを切れるんじゃないかなと思います。ゆっくり1年間とかの期間で痩せるっていうことだから、食事制限とかもそんなにねきつくしなくても、ちょっといつもよりご飯の量を減らすとか、炭水化物をちょっと気をつけるとか、あと甘いものを控えるとか、あとはマッサージを毎日
ちゃんとする。サプリとかはさやかはブログでねよく紹介してるミスココっていうサプリがあるんですけど、これを食べる前に飲むと摂取するカロリーを抑えてカロリーカットしてくれるっていうねサプリを飲んでるんですけど、それも結構すごく効果がいいのでよかったらちょっと見てみてください。はい、絶対に無理をせずに、自分のペースでねゆっくり、少しずつダイエット頑張ってください。前の時にも言ったんですけども、無理なダイエットは本当に体に悪いので健康的なダイエットをぜひしてください。私もね冬太りしないように気をつけたいと思います。結構ね最近食欲がこういう感じで上がり気味なんで気をつけたいなと思います。みんなも冬太りしないように頑張ろうねお餅とかねいっぱい美味しいから食べたくなっちゃうんだけど、食べ過ぎには気をつけてほどほどにお正月を満喫しましょう。まあ、まだちょっとあるんですけど、相談コメントは随時 Twitter や YouTube のコメント欄で受け付けているので気軽に送ってください。それでは今日も最後まで見てくれてありがとうございました。次の動画もまた見てね。チャンネル登録お願いします。さやでした。バイバーイ。